YouTube 始まりました。いや、久しぶり。ヨンジェと久々の撮影。はい。今日は何をするんですか。今日はヨンジェ質問コーナーをしたいと思ってます。はい。でですね、ヨンジェ君は生粋の在日韓国人なんですけど、パスポートも韓国。はい。だからそれについてちょっと僕から質問をしていきたいなと思ってます。で結構いる悩みとか、うん、なんだろう。あったでしょ。まあ、うん、そう、例えば人と、なんかいろいろこれをね、うん、ヨンジェ君にね、たくさんちょっと質問したいと思ってます。はい。じゃあちょっとみんな気になるようなことから質問していきますね。はい、ね、ちょっと調べたんだけど、韓国の国籍の人って名前が2つあるんですよね。はい、はい。それに関してどう思いますか。ん、名前が2つ使い分けするじゃないですか。うん。それってどうなんですか、ね、ちっちゃい時は基本的に通称名だから日本の名前使ってましたね。あ、ちっちゃい時はいつぐらいまで日本の高校終わりぐらいかな。あ、高校、うん、途中ぐらいかな。それで高校終わりかな。それで韓国人って思われない時が多かったですか。うん、普通に日本語の名前ですもん。あ、そっかそっか、普通に日本の名前だから、うん、大学から2つ名前を出したりとか、ヨンジェって呼ぶ人、日本の名前で呼ぶ人もいたってことですね。はい。いや、大学がシンプルにその通称名が使えなかったんですよね。うん、あ、そうなんだ。本名だけしかダメ。それあんまり苦労したことない。まあでもそう、まあ、そうなんだって感じで、まあ本名使って。うん、ああ、そうなんだ。じゃあちょっともう一個いきますね。小中学校もその在日だったことでいじめとかそういうなんかありましたか？人種差別みたいな。いや、あんまりないけど、うん、まあ、ないな、ないかな。特にない。うん。なんか強いて言えばとか。多分、うん、多分ぶっちゃけ僕の 同世代の人たちとかは多分、在日って何みたいな感じだと思う。そんなレベルか。なるほどね。だから多分、よく分かってない人がいっぱいいる。はい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 。なるほどなるほど。多分そういうのを多分知ってるの、多分上の年代の人たちなんじゃないですか。あ、確かに。だから悪く言う人とかも、うん、そっちの年代の人が多いと思うんですよね。なるほどね。僕の同い年の人とかは、あはー、土日なんだぐらいですよ。なるほど。じゃあ特に今はないっていうことですね。ないっすね。じゃあちっちゃい、じゃあこれ聞きたいんですけど、ちっちゃい頃から食べ物とかちょっと違うじゃないですか、家で出されるものが。はい。そういうのでなんか日本のものも美味しいけど、もちろんこれが食べたい、常にこれ食べたいなとかありましたか。給食とか出たりとかして食べ物でなんかこう、カレーライス、カレーライスが好き。カレーライス大好き。給食のカレーライスが好き。あ、めちゃくちゃうまいよね。うん、あと揚げパン。はい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 。え、どうしても食えないものとかあります。ちっちゃい時はでも、うん、なんか貝とか食えなかったですね。貝とかエビとか海鮮。うん、あとあれはあの納豆とかどうなんですか。納豆は好きだったですね。納豆は好き、今でも好き。うん、うん、例えば韓国人だけどキムチが嫌いとかそういうのとかある。ない。キムチは大好き。キムチは大好き。常に、ね、家庭で出ますもんね、うん、キムチはめっちゃ好き。確定とかね。ヨンジ君は韓国、え、これも聞きたいんですけど、ヨンジ君は韓国の国籍で、うん、日本の、日本にいたら日本の国籍の方が明らかいろいろ、まあまあまあ、不便じゃないじゃないですか。帰化、うん、はしたくないですか。まあどっちでもいいですね。どっちでもいい。うん、でも帰化すんなっていうんだったら帰化しないです。親が、はい、とか、まあ、いろいろなバランス見て、はい、でその韓国の国籍で苦労したことある？なんか何かが手続きが面倒くさい。あ、手続き。え、例えばどういう手続き。パスポートの更新とかもそうですけど。へえ。あとなんだろう。まあ、なんだろうな。うん。まあ、手続き面倒くさいかもしれない。あ、例えばパスポートとかその住民票とか、うん、そういうのは面倒くさいんだ。うん。あ、免許証とか。免許証は意外とすぐ。なんか書類が一つ必要だったりとかするんですけど。はい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 。戸籍が韓国だと。あ、特別な、その、なんか申請を出さないといけないっていうことですね。うん、が、なんか必要、もう一つ必要ですみたいな。だからそこまで苦労したことはない。あんまりないです。文化の違いで、なんか、トラブルとか、こう、やっぱ親の育て方がちょっと違うじゃないですか。トラブルとか、なんかこう、自分の考えちょっと違うのかなとか思った瞬間とかあります？ああ。例えば。なんだろうな。はいはい。あ、でもないかもな、ぶっちゃけ。
特にない、うん、そんなになんかね韓国と日本だとなさそうな感じだけど、まあ、ずっと日本に住んでるし確かにないかも。常にじゃあ豪に従いじゃないけどもうそのルール内ではなんかいろいろ解決できた、うん、逆に韓国行った時に、はい、あ韓国人はそうなんだみたいな思うぐらい。あ逆にね確かに現地の人と会うとそうですよね、うん、例えばなんかこれが違うとかいろいろありますもんね、うん、コンプレックスとかありましたか それに対して。ずっと日本に住んでますけど韓国人だけど日本に住んでて、うん、ちっちゃい頃にコンプレックスみたいななんかそういうのありました。ないかな。ない、うん、だとても日本は住みやすいということですか。日本住みやすいんじゃないですか。ずっと住んでるし。そうだよね。ただ、うん、ずっと日本に住んでるけど、ただ国籍は韓国みたいな、うん、ただそれだけ。それだけ。じゃあ行きづらいなと思ったとかなんか。な、まあないっすね。特にないと。韓国人の国籍でなんかなった時のあるあるとかあります。例えば韓国に行くじゃないですか僕らよく。その時にまあ韓国人って間違えられるじゃないですか。うん。その時になんかそういうあるあるとかあります。なんか例えばなんだろうなんて言いづらい。あでも、うん、僕結構まあ韓国人ですけど韓国人に喋りかけますよ日本でも。あ普通にありますよって。はい。だし、うん、韓国人ですかってすごい聞かれることは多いかも。はい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 。あでも在日なのになんで韓国喋れないのはありますね。これ結構調べたんですけど結構あるみたいですね、うん、韓国まあでも喋れる人多いらしいですよ。まあでも僕そもそも日本の学校ずっと出てたんで。そうだよね、まあ、喋れるわけがないと。高校の時にその在日の学校に行くか行かないで、うん、多分だいぶ変わるんですよね、うん、韓国喋れるか朝鮮高校。そう朝鮮高校に行くか行かないかで読んでいくか普通の、うん、ジャパニーズ街道を歩んだから、うん、まあ挨拶とかそういう程度は喋るけど、うん、ネイティブみたいには喋れない、うんうん、じゃあ在日韓国人だとして韓国語はすごい勉強したいですか。喋れるようになりたいですか。勉強、まあ、まあ母国語だから勉強したい。一応親は喋れるんですよね。はい、じゃあ親に学ぶこともできるということですか。まあまあそうなんですかね多分。韓国語はまあ、うん、まあそうですよね。なんかもうある程度まあまあ、英語とか英語じゃないですか多分、うん、韓国語勉強するより多分英語勉強した方がいいと思います。いや間違いない。今は確かにそうかもしれない、うん、だから英語なら、まあ、勉強してるんですけど韓国語は別に勉強してないですね、まあ、こんな感じですね。僕の質問はコメント欄で掘り返してほしい、うん、あるあるあったら言ってください。なんかやっぱり SNS とかで、まあ、やっぱ在日韓国人って悪者扱いされるじゃないですか。あね、まあ、そういう、まあ、そういう意見に対して、うん、皆さんどう思いますかっていう。なるほどね。どう思うかなと思って。そういう。聞きたい。聞きたいですよね。そういうのって悪い部分しか見られてないから、うん、多分結構多いと思うんだけど、そういうのを。それを、そう、その意見についてみんながどう思うかっていうのを聞きたいな。うん。でやっぱ人だからね。やっぱ、いい部分、うん、悪い部分あるから。なんか、お願いします。コメントしてください。ぜひコメントしてください。僕の質問はそんな感じなんで。こんな感じで終わりますか。はい、とりあえず第2章もやると思います。はい、こんな感じで。バイバイ。バイバイ。 If you really, really love me, man